マノッチです。バキのアプリ知ってる？ツイッターかなんかの広告にあって、あ、バキのアプリなんてあんだと思って、まあやろうと思ったのよ。めっちゃクソゲーらしいのもうワクワクしちゃってさ、やっていこうぜ。バキなんていうの、これ文字小さくてもね、キングオブソウルズ。はい、やっていこう。バキキングオブソウルズ。いい声。お、じっちゃん。まあ、バキは漫画はね、まあ読んでるので同意して始めるよ。はい、あなたのこと教えてください。どうしようかな。ああ、なるほど。部屋、ああ、はいはいはい、あ、いっぱいあんじゃん。あ、これキャラメイクはね好きよ、こういうのは。これはジャックハンマーだ、多分。これ誰だ、加藤、誰の髪型だ、これ分かんねえな。これ一巻で出てきたやつだよな、多分な。あの空手家のやつ、なんだっけ、須藤さんだっけ、須藤さんだっけ。まあやっぱバキヘアの、バキヘア白髪でいこうかな。フェイス、あ、輪郭を変えれるのね。じゃあこの痩せ細ったバキのやついくわ。目の色か、あ、目の形も変わる。めんどくさいので、これだいぶかっこ悪いな鼻、ヨファソマウス、いいいいね、これでいこう。ニックネームマノッチで、はい、お、声出ねえんだ。誰にも負けたくない、だから強くなりたい、そんな夢。男は強いやつと戦うことを思っていた。適当に街を歩く間も、飯を食う時も、風呂を浴びる時も、寝ても覚めても、こうして街の不良を返り討ちにしているときも、もう勘弁してくれ。こんな喧嘩を買ったところで何も得るものはない。だけど俺は、お、チャールさんじゃん。兄ちゃん、そこまでしておいたらどうだい。相手泣き言ってんぜ。あんたは、俺は芝千春ってもんだがよ、見てらんなくてよ。俺アニメわかんねえから、ちょっと声優さんのどんな声かわかんない。これ弱いやつと喧嘩なんぞしても楽しくねえだろうな、あんちゃん。ふうごたくん、なるほどね。喧嘩するなら強い相手、例えばハンマーバキ。え、ハンマーバキだよ。兄ちゃんも名前くらい聞いたことあるんだろ。もちろん知ってる。東京ドーム地下闘技場トーナメントの優勝者。関係者に頼み込んで、あの日俺もトーナメントの観戦をしていた。俺が強いやつと戦いたいと思ったのもあれを見たからだ。ハンマーバキ、会いに行ってみるか、この街で一番強い男に。うえ、なんだこれ、落書きまみれじゃん。知らないの？近所で有名な場所だよ、ここ。周辺の民家にわたって嗅ぎ殴られた、読めない、すごい量の落書きである。それらは全て一人の少年に向けての悪口だ、ハンマーバキへの。一体どんな人生を歩めばこんな落書きをされる、想像もつかない。はは、エロ魔王って相手をけなす悪口なら何でもいいのか。留守じゃないような、ないような、うん、気配がある、いるんだ中に。どうする、バキが出てくるの待つか、いきなり行くか。え、扉今開い、誰か出てくるいや、これバキの世界だからいいけどさ、いきなりこのパンツ一丁のムキムキ出てこられたらめっちゃ怖いよな。あ、誰、お客さんかな。あ、あんたがハンマーバキさんか。そうだけど、何かの押し売りって面じゃねえよな。
朝早くから悪いね。俺はどうしてもあんたに聞きたいことがあるんだ。ああ、話があるならさ、中に入ればお茶くらい出すよ。今朝飯中だし。そうなんだよね、バキっていいやつなんだよね。あの男の子との喧嘩、あのカマキリ戦の前のやつ、あれよかった。なんだか規制をそがれちまった。規制でいいのかな、読み方は。眼中にないということか。それにしてもどうして上半身肌そうだよね、そうだよね。食事は普通だな。涼子総理が普通のご機嫌の貯蔵。出た出た出た、いいね。悪いね、食いながら聞くよ。そこ座ってくれてていい、くれていい。柴千春って男があんたの話をしていた。一番強いやつって話をだ。これスキップしたら多分いきなり戦闘に入ると思うんだけど、俺はこのストーリーをあえて読もうと思う。そしてあのチュートリアル的なバトルをやってクソゲーかどうかの判断しやめるから。あ、今日ガチャやりたいね。俺は強くなりたいんだ。あんたはなぜ強いのか、それを知りたい。つつ。へえ、千春さんがそんなことを。それで俺のとこにね、いきなり襲いかかりますって面合わせたからさ、俺はてっきりな。うっ、そこまで顔に出ていたか。俺は誰にも負けたくない。だから強くなりたいんだ。誰にも、あんたにもだ、バチさん。はあ、本人目の前にしてまっすぐ言うね、オタク。千原さんと気が合うか。だけど俺にはわからない、強くなれるやり方も自分の力の試し方も。それで俺に聞きに来た。正直帰ってもらいたいけど納得はしねえよな。方法とか俺も知らないし考えたこともないんだわ。理由もなしに強くなったわけじゃないだろ。俺はただ親父より、いや、あんたに言っても多分わかんねえが、でも言われてみればあんたの理由とさほど変わらないのかもな。俺と変わらない、誰に、ただ誰にも負けたくないだけってことなのか。なあ、それってどういう。わかんねえって言っただろ。まあでもなんだ、せっかく来たんだ、ちょっと体でも動かしていけば。普通の住居の地下にこんな場所が。まあ参考になるかわからんけどさ、俺の練習見ていきなよ。カマキリじゃない。それで何を感じ取るかあんたの自由だ。つ、願ってもない。どんな練習方法なんだ。相手はこの人がいいか。じゃあ行くぜ。ただのシャドウ。え、違う、対戦相手の姿が。バイキと戦っている相手が俺の目にもはっきりと見える。相手はレッツカイオ、あのトーナメントでバキと戦ってた男。つ、観客席から見た時の比じゃないリアルさ、目の前に彼がいる。へえ、さすがレッツさんだ。あんたも知ってたがい。なら、つっ、シャドウで実際に傷まで負うなんて信じられない。こんな芸当が俺にも可能なのか、できるのか。ほら、見てるだけじゃ暇だろ。あんたもやってみなって。レッツさんの試合生で見たことあるんだろ。思い出すんだ。クソ、こんなこといきなりやれって言われても。どうしたらできる。そもそもどうやって想像で傷まで負う。うお、おお、つ、あ、クソ、つ、ダメだ、イメージが、あやふやに。相手は中国憲兵の、なんていうんですか、名士だ。それを強くイメージする。それはわかるけど、こんな無茶なこと、俺にできるわけ。相手がどう戦うか、どこがどう強いか、どこがどう弱いか。これの時だっけ、あの赤ちゃんの夜間の例え話が出たのって。あれ、梅干しの種だっけ。梅干しの種、あれか、男の子との喧嘩か、イメージするぜ。それでなんかボクサーと戦うのか。うん、はい、だいぶ飽きてきたよいや、試合はやろうよ。うん、よし、スキップ。はい、これは勝美さんかい。いつも顔変わるか分かんのかな。ねえ、主人公は偉大なる、グラップラーたちの魂、闘魂と共に戦います。対戦はオートバトルになります。今回の格闘に限り特別な闘魂があなたに力を貸してくれます。いい調子ですね。はい、そのまま続けましょう。オートバトルでしょ。
ここで奥義を発動させましょう。奥義ゲージが溜まると強力な必殺技を発動できます。はいはい、なるほど。なんとなくこうね、まあ、つまらないって言われてる理由は分かる気はするわ。今見てるだけらしいんだよね。ちょ、ガチやろ、ガチ。ガチ。ガチャ。誰出んのかな。花山薫が欲しいな。地上最強を目指して何が悪い。なんか熱い気がする。ちょっと虹色っぽいじゃん、炎。勝美さんか。いや、この子はね、ほんと石腕のままいてほしかったね。試合してみるかい。とりあえずちょっと一回カットしちゃったんだけど、なんかダウンロードがいろいろ入っちゃってさ、一回カットしたんだけどさ、ガチャこれできんのかな。3000、今2000しかねえな。ちょっと無料のやつ言っとこうか。はい、なんか消費しちゃった。10、わ、とりあえず花山薫当ててえわ。もういっぱい出てきたよ。あ、今日やっぱさっきの勝美さん、あ、なんか奥のやつがちょっと赤い。全部赤いか。あ、バキじゃない今のシルエットは。あ、関係ないの。おう、しのぎクレハ、うん、こうこうよ、うん、クレハ、しのぎクレハ、はい。ああ、ストライダムさんね、はい。あー、加藤くん、なんかちょっと強くなるよね。死刑周辺だっけ、なんか戦ったりするよね、確か。おう、はい、交渉か。わかん、誰誰誰誰誰誰誰園田森生、誰だ、わかん誰だよ。めっちゃ弱そうだしな。花山香織でねえかな。あー、スウェードさん、はい、ちょっとあの2000のやつを貯めたいんだよな。とりあえずなんか公園で戦えるっぽい。戦って終わろう。あの園田森を入れといた、うちのエース。マジだ、園田森って誰だろうな。戦えるキャラなんだろうな、きっとな。ここで戦えるよ。誰だお前、見てるだけでしょ。大丈夫、あー、なるほどね。まあ面白くないと言われるのはまあ分かるは分かるかな。ただまあまあ、なんつうの、そのキャラゲーとして考えたらこんなもんじゃねっていうのはまああるはあるけどな。面白かねえけどな。うん、まあキャラゲーとしてそのガチャ引いて誰出た当てたとかさ、そこら辺はまだ、まあ俺もう二度とやらないいや、園田森生がマジ気になるんだ。誰なんだろうな。ちょっと調べていい？警視庁の警視。来日した5人の最強死刑囚を捕らえるべく、その役目はアメリカ最強と謳われるビスケットオリバに依頼した。この時オリバを訪問する役割を与えられたのが園田だったが、刑務所暮らしのオリバの生活があまりにも高価なことに腰を抜かしていた。なんかいたな、そんなやつな。あれが園田森生か。俺みたいにこうパパッとバキ読んだことある程度の人だったら絶対知らないだろ、園田森生。じゃあ終わります。終わり。